はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は自営業フリーランス向けギリギリ間に合う節税対策3つを紹介したいと思います。これ見逃してしまうとね、本当にギリギリどころか間に合わなくなりますので、必ず動画の方見るようにしてください。私はその他オンラインサロン、 TikTok、 Instagram、 Twitter もやってますので、ぜひそちらの方も合わせてチェックの方よろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、それではギリギリ間に合う自営業フリーランス向け節税対策3つ紹介していきます。本日の内容です。まずね、節税対策っていうのはいつまでにすればいいのかというと、年内までです。これについて解説します。ギリギリ間に合う節税3つを紹介します。節税対策の注意点、ここ重要ですので、ぜひ最後までご覧になってください。最後まとめ、本日はこのような流れでいきますので、よろしくお願いします。はい、節税対策は年内までじゃないと間に合わなくなってしまいます。その理由なんですけど、そもそも確定申告というのは1月の1日から12月31日、1年間の売上、あなたのビジネスの売上を3月15日までに申告するというのがそもそも確定申告というものです。ですので、年を超えて節税対策で何かしたとしても、それは次の年、次年度の対策になってしまうので、今期令和3年度の確定申告の節税対策をしたいと思えば、年内が締め切りということになります。それでね、これ自営業あるあるなんですけど、確定申告の時期になってね、慌てて経理して、あ、今年やっぱり利益出そう、なんか対策しないかって言ったら、もう年を超えている状態になってますので、何も打つ手はないという風になってしまいますので、お気をつけください。年内なら間に合います。そしてもう一つ、これねポイントなんですけど、経理をやはり普段からしていないと、そもそも節税対策が自分には必要なのかとか、一体いくらすれば一番自分にとって効果的なのかっていうのは、やはり普段の経理、土台のベースがあってのことです。しまった、経理進んでないわっていう方がいたら、ぜひ心を入れ替えて早め早めにするような習慣をつけていってほしいなというふうに思います。では次に、どういうふうになったら節税になるかという基本的な仕組みを図でざっくりと簡単に紹介したいと思います。はい、それでは表を見てください。ここがね、1年間あなたのビジネスの売上です。そこから仕入れをして経費を払って、青色の方は青色申告の特別控除が引かれると思います。ここの残ったものが事業所得になります。ですので経費を増やせば、この事業所得が圧縮されるので、所得税額が下がるというイメージですよね。そしてもう一つ、さらに事業所得から所得控除というものができます。この所得控除にはどういうものがあるかと言いますと、みんなが聞いたことあるであろうのは、扶養控除であったり生命保険の控除があるよというようなものだと思います。それらの所得控除を引くと、ここですね、所得金額が出ます。ここの所得控除も増やすと、ここの所得金額が圧縮されて、所得税額が安くなる、抑えられる、こういう仕組みだと思ってください。ここのね、経費仕入れを増やして事業所得を少なくするのか、所得控除を増やして総所得控除を圧縮して所得税を抑えるのか、節税にはこの2つの考え方があると思って、今後の話を聞いてくれるとイメージがつきやすいかと思って紹介しました。ギリギリ間に合う節税3選を順番に紹介していきたいと思います。1つ目、小規模企業共済の活用です。こちらですね、掛け金が全額所得控除になります。先ほどのね、表でいくと、ここの所得控除を増やして、ここね、所得金額を圧縮しようという考え方になります。小規模企業共済は掛け金が全額所得控除になります。そしてこの掛け金なんですけど、月1000円から上限は7万円まで500円単位で選ぶことができます。そしてここが大きな節税できるポイントです。年払いが可能なんですね。1年分をギリギリ12月中にいて申し込んだとしても、遡って1年分まとめて払うことができるので、もし小規模企業共済まだ入ってないよという方は、入るっていう風に考えるのも一つの方法です。こちら、商工会議所取扱いの金融機関で申請して加入することができます。いくらね、ギリギリ間に合うと言いましても、年末年始がありますので、年末年始の休みに入る前じゃないとできませんので、必ずいつがギリギリなのか期限を確認してください。申請書類と必要なものありますので、少し早めに、もうすぐに動かないと間に合わなくなるかと思います。ですので結構ギリギリです。もうすでにこの小規模企業共済入会しているやっているよという方は、掛け金を上げるという方法も一つです。今例えば2万円の月額の掛け金を5万円にすれば、
ば有効になりますし、さらにはね、上限額の7万円までいけるっていうんでしたら7万円にするっていうのも OK かと思います。最大この月額7万円上限でかけますと年間最大84万円の所得控除になりますので、結構大きい金額じゃないかなっていうふうに思います。このでも小規模企業共済ルール条件がありますので気をつけるポイントを紹介します。これですね、かけた金額満額受け取れるには20年以上加入しないといけないというふうになってますので、これは小規模事業共済はそもそも自営業の退職金を自分で積み立てていく程度になってますので、長い間かけて加入するっていうルールなんですね。それが20年以上加入しないとっていうふうになってますので、そちらよく考えて加入していただければと思います。またかけたお金をもらえるのにもルールがあります。これは自営業の退職金ですので、もちろんビジネスを廃業したとき、廃業届を出したとき、もしくは死亡したときにしかもらえませんので、そこはご理解して使っていただければなというふうに思います。ですのでね、申し込み書の内容、契約の内容はよく確認して駆け込んでください。2つ目の方法を紹介します。減価償却の特例を使う方法です。基本的に減価償却というのは10万円以上の資産を買って長期にわたって使うときには減価償却をしなければいけないというルールがあるんですね。ですので、もし年末に慌てて今年利益上がりそうだ、車でも買おうかな、仕事用の普通車新車で買ったとします。そうすると10万円以上で長期にわたって買う資産にも相当しますので、普通車は6年で償却していくので6年に分けて計上していくんですね。でさらにもしギリギリの12月に車を買ったら12月の1ヶ月分しか減価償却できないことになりますので、結局何かね対策しようと思っても間に合わないのかということになるわけです。もちろん次年度に向けての対策、もしくはね車が壊れている必要だっていうことだったら買ってもいいかと思います。はい、それでは特例を使うってどういうことかというと、特例は2つあります。1つ目の特例が一括償却資産と呼ばれるもので、3年間で償却できますよっていうルールです。これは買った固定資産の取得価格の合計額3分の1ずつを計上できるというふうなルールになってます。ですので60万円の例えばね一括償却資産、何か10万以上の資産を買った時には60万円を3分の1ずつ計上できるので20万円ずつ計上できるよってことですね。だから本来だったら6年で償却しないといけないものを3年間で償却できるという点で節税というかね計上できる経費を上げれるという一つの考え方です。2つ目の特例、こちらがかなり使えるんじゃないでしょうか。少額減価償却資産と呼ばれるものです。こちらは30万円未満の資産を購入した場合、なんと全額その年の減価償却にできるという特例制度です。これもまた条件があります。まず1つ目の条件、青色申告の特典になりますので、青色申告をしている方のみになります。白色申告の方は使えませんので気をつけてください。こういう面でもね、やはりね税務署や税理士がね青色申告の方がいいですよっていうふうに勧めるポイントの一つ、要因となっています。そして2つ目の気をつける点です。これはいくらでもいいわけではなくて、年間でトータル300万円までと上限額が決まってますので、300万を超えて資産購入してもこの少額減価償却で一括してその年の減価償却にはできなくなりますので、上限年間300万円だと覚えておいてください。これねでもかなり使える方法ですので、知っておいて損はない情報かなというふうに思い今回紹介しました。その他もちろん仕事で必要なもので10万円以内のものを消耗品として経費を計上するっていうのも一つの方法だと思います。あとですね、こちらの特例なんですけど気をつけるポイントがあって、確定申告の特例を使いましたよっていうふうに記入しないといけない欄があります。それについてはね、初心者でもわかる減価償却のこの動画について詳しく記入の仕方まで解説してますので、ぜひ見てください。また減価償却自体がよくわからないよとかね、この話ももう少し詳しくこちらの動画で紹介してますので、ぜひ合わせてそちらの方を見てください。こちらの特例もね、やはりルールありますので、よく確認して使うようにしてください。それでは3つ目の対策、これはふるさと納税です。寄付金額の2000円を除いた金額、残りの金額が所得控除になります。もう一回表戻りますと、ここのね所得控除にふるさと納税をすることで、ふるさと納税をした寄付金2000円を除いた額が所得控除になるという意味です。こちらの方はふるさと納税というのは、皆さん所得によってそれぞれ上限額というのは違います。こういう方はいくらですよというふうに決まりがなくて一人一人違いますので、ふるさと納税のサイトたくさんいろんな種類があるので、そちらに上限額のシミュレーションをするページが必ずあるんですね。なのでそちらをうまく利用して自分の上限額を調べて、12月の31日まで、年内まででしたら間に合いますので、ぜひ今年はやってみてください。ふるさと納税についての上限額のシミュレーションどうしますかとかね、各サイトこういうサイトがありますよ、あとは税理士おすすめの返礼品など紹介している動画、こちら今年ことふるさと納税で節税してみようという動画作ってありますので、
ぜひそちらの方詳しくね知りたいって方はそちらの動画合わせて見てみてください。こちらなんですけど所得控除にももちろんなりますし返礼品ももらえてお得というとこと、あとねカードでふるさと納税するとカードのポイントが貯まったり、もしくはこのふるさと納税のサイトによってはペイペイと連携していてペイペイにキャッシュバックになるっていうキャンペーンなどをしてたりですね、このキャンペーン時期などもありますので、ご自分のねお得な方法お得なサイトを使えばいいんじゃないかなというふうに思います。そちらの方の解説も詳しくこちらの動画でしてますので、ぜひご覧になっていただければいいかと思います。はい、それでは本日ギリギリ間に合う3つの方法を紹介しましたけど、注意点です。それぞれ特性要件、まあ要は言ったようにルールがあります。よく確認してから使うようにしてください。そしてメリットとデメリットを確認してからにしましょう。小規模共済のようにね廃業しないともらえないよとかね20年以上かけないとちょっと損しちゃうよみたいなものがありますので、必ずどの節税方法も内容と契約内容を確認してからやるようにしましょう。2つ目注意点なんですけど、経費を使うっていうのはどういうことかと言いますと、資金の手元の残りは減ります。自営業あるあるなんですけど、何でも経費、これも経費あれも経費にしていう風な方いらっしゃるんですけど、それするともちろん経費は上がるので利益所得は圧縮されて税金は安くなるんですけど、手持ちの現金持っている資金は確実に減っていきます。また必要のないものを無理にして購入する必要はありません。仕事で使わないようなものをね無理して使うのは節税ではなく浪費につながるので、むやみやたらにねあれも経費だからいいこれも経費だからいいっていう風にする考え方はやめた方がいいと思います。はい、それではまとめです。ギリギリ間に合う3つの方法を紹介しましたけど、条件やルールをよく確認して、そして節税も必要なんですけど最優先事項ではないよということも気をつけてください。あと何でも経費経費としてしまうと手元の現金浪費につながるよということは頭に入れといていいかと思います。そしてもう一つポイントなんですけど、今年もし間に合わなくても次年度に向けての準備をしていくっていう考え方もありです。次の年度に向けて小規模事業協賛入ろうとか、もしくは大きな設備投資しようということで、今からね例えば車買い替えるっていう予定がある方はじっくり選んでいけばいいですし、何か機械を買い替えるっていう方も次年度でしたら今からじっくり考えていく時間がありますので、その次年度に向けて他にもイデコに入るとか対策しておくっていうのも一つのポイントです。はい、それでは本日の内容は以上になります。このように自営業やフリーランス向けに役に立つ情報を動画で紹介していってますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。また高評価ボタンやね感想コメントいただけると励みになりますのでよろしくお願いします。私は YouTube 以外に Instagram は 1.1 万人フォロワーがなりました。その他 Twitter、TikTok もやってます。 TikTok はフォロワーが 5.6 万人になってますので、 URL からチェックできるようになってますので、ぜひ合わせてそちらの方も見てみてください。はい、そして私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。3つのメリットがあります。1つ目がオンライン上で質問や相談をすることができるということです。オンライン上に税理士を味方につけるというね、顧問料に比べる10分の1ぐらいの値段で税理士を味方につけることができますので、ぜひ検討してみてください。そして2つ目のメリットです。サロンズームを開催しています。これはズームでねサロンメンバーさんと情報交換をしたり、直接私に対して質問や相談できるのを定期的に開催しています。これが2つ目のメリットです。3つ目、税理士の裏側を公開してます。 YouTube や TikTok の裏側、今どういったことを考えてビジネスをしてるのかとか、 SNS で集客ってどうやってるのなどなど、新しい税金情報や補助金情報もオンラインサロンのみだけに投げておりますので、興味あるなって方は概要欄に URL がありますので、ぜひそちらの方をクリックしてみてチェックしてみてください。参加お待ちしています。そしてもう一つお知らせです。私は自営業フリーランス向け2022年1月に出版予定です。もう来月になるんですけど、 Q&A 形式で自営業フリーランス経理税金に対して必要であろうというね、もう爆死即死しないような最大限のルールをギュッと詰め込んだ本を今原稿最終チェックの段階に来ています。もうすぐね年明けに出ますので、 Amazon から予約が始まったとか、あとサイン本はベースで売る予定ですので、そちらの方も合わせてチェックしてみてください。ぜひ買っていただけると嬉しいです。はい、それでは本日の動画も以上になります。いつも最後まで見てくださってる方本当にありがとうございます。励みになってます。感想コメントも全て目を通しておりますので、ぜひね何か感想あるよっていう方はね、これ良かったよとか何かありましたら、ぜひコメントの方に記入しておいてください。またね動画に関するリクエストや何か気づいた点あったらコメント欄に記入していただけると目を通しますので、よろしくお願いします。それでは本日の動画も以上になります。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。